はいどうも、底辺ゲーム実況者ゆうぴっかーです。先日、初のモンスターハンター参加型生配信、参加してくださった方、本当にありがとうございました。すごくね、楽しい回で盛り上がったかなと、個人的に思っております。またね、今後も参加型生配信、アイスボーンでやっていきたいと思いますんで、今後ともぜひ、ゆうぴっかゲーム実況をよろしくお願いいたします。突然なんですけど、僕、刀が好きなんですね。模造刀を集めたり、カタログを集めたり、展示会を見に行ったりと、それぐらい好きなんですが、モンスターハンターシリーズにも太刀という武器が存在していて、例外なく僕は大好きな武器なんですね。なので、今回はモンスターハンターシリーズの太刀、僕の大好きな5本を紹介していきたいかなと思います。ちなみに、性能ではなくデザイン、見た目で判断しておりますので、その点をあらかじめご了承ください。では早速第5位から見ていきましょう。第5位はこちら、天上天下天地無双刀になります。何が好きかといったら、やっぱりこの黒いダークなデザインに刀身が真っ赤ということ、血塗られた刀身ということで、中二心をくすぐるなかなかいいデザインじゃないでしょうか。アイスボーンとかライズではね、残念ながらモンスターから血が流れないんですけども、それよりの前の作品とかだったらね、バンバン血出るんで、なんかイメージと合うかなとも思います。続いて第4位はこちらです。鉄彩画ですね。こちらはね、モンスターハンターサードポータブルの犬夜叉とのコラボクエストで手に入る太刀なんですね。で、原作同様、抜刀すると刀が大きくなって鉄彩画になるっていうね感じで、再現度も高いですし、僕自身ね、犬夜叉まあまあ好きなんで、この鉄彩画はかなりお気に入りで使っていました。はい、続いてなんですけども、第3位になりますね。第3位はこちらです。立花氷水丸です。読み方合ってるかな。こちらはね、僕はサードポータブルでお世話になったんですけども、デザインがね、軍刀っぽいんですよ。なので、序盤に手に入るドスジャギーの装備と合わせて、軍服と軍刀みたいな感じで、日本兵をイメージして遊んでいました。まあ、すごくね、好きなデザインなんですけども、ちなみにね、余談にはなるんだけど、この立花っていう言葉、アイスボーンのね、オーカーナのクエスト名でも使われてるんですよね。カプコンは立花って言葉好きなんですかね。はい、続いて第2位はこちらです。ザンバ刀ですね。帰国ザンバ刀でも良かったんですけど、色合い的にこちらの方が好みだったんで、今回はこちらをチョイスしました。何がいいって、シンプルなんですよね。刀らしい唾に鞘、そしてその鞘に巻きついたこの紫色の紐。見た瞬間、これだって思ったのを今でも覚えております。セカンド G だったりね、4G で遊んでいる時にね、絶対使っていた太刀なんですけども、はい、先ほどのザンバ刀と比べてもらえれば一目瞭然だと思うんですが、こちらの方がね、好きな人には申し訳ないんですけど、チープ、おもちゃっぽい、そんな風に僕は思っています。アイスボーンとかでもこういった形がメインでね、鉄刀とかデザインされてるんで、いやー、なんかもっと日本刀っぽい太刀ねえのかよって思ったのが、第一印象だったんですね。そんな中で見つけた太刀が今回の第1位です。こちら、モンスターハンターアイスボーンのラスボス、そして僕の大好きなアインシュワルダーの太刀です。幸運流水和光という武器名なんですけども、アインシュワルダの武器は全部ね、仏教用語で通してあるそうです。で、こちらの幸運流水は、成り行きに任せて自然に移り変わることっていう意味らしいんですけども、その意味もさることながらですね、このデザインですよ。本当におしゃれでかっこいい。刀身にはですね、美しい柄が描かれていて、鞘もこうなんか奇抜すぎないかっこよさ、美しさっていうものがあり、色合いもシンプル。強いて言うなら、唾がないっていうのが僕的にはちょっと、唾もあったらなとは思ったんですけども、でも全然かっこいいですね。もうダントツの1位です。僕、モンスターハンターシリーズは、セカンド G、サードポータブル、4G、そしてアイスボーン、ライズって感じでね、遊んだ経験があるんですけども、今のところ、モンスターハンターにあるたちの中で、僕が一番好きなのは、アインシュワルドの幸運流水かな、なんていうふうに思っております。まあ、ランキング、まあ、こうして見てみるとですね、やはり和風のデザインが好きなんですけども、まあ、タチって全然洋風のデザインの方が多いですし、まあ、ギギネブラとかさ、ネロミエールとかテオテスカトルとか、もうみんなほとんどがね、タチっていう名前ではありながら洋風なんですよ。まあ、これはですね、まあ、あくまでもそのタチという武器が、まあ、公式から言われてるんですけど、体剣を細くしてね、振りを速くしたコンセプトっていう風になっているので、別に太刀イコール日本刀じゃないんですよ。うん。まあそんな中からね、日本刀っぽいものを探すっていうのもなんか個人的には好きで、うん。でまあチョイスした結果が今回のこの5本になったんですけど、どうでしたかね。今回の僕の好きな5本の中に皆さんの好きな太刀はあったかななんていう風にも思いますし、まあ、他にもね、もっとかっこいい太刀あるよみたいなことがあればね、教えていただければ嬉しく思います。まあ、こんな感じでですね、僕のチャンネルではモンスターハンターの動画、特にアイスボーンの動画をメインにね、上げておりますので、よければアイスボーン好きな方ね、チェックしていただければ嬉しく思います。最近ではですね、フレンドと一緒に楽しく遊んでいる素で遊んでるシリーズっていうのもあったり、タイムアタックとか、まあ、初めて双剣でミラボレアスに挑んでみるとかっていうのをね、いろいろ挑戦していますので、まあ、この動画の概要欄にリンク貼っておきますので、よければチェックしてみてください。はい。じゃあね、ここで一度お開きにしたいと思います。また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。